はい、こんにちは、安藤明久です。今日は未来から考える人生設計という話をしたいと思います。この動画を見ると分かることはですね、あなたがこれからどう人生設計をしていけばいいのか、それの指針を学ぶことができます。またですね、これから人生設計をするにあたって、4つのステップというのを知ることができます。では行きましょう。まずですね、未来を考える上でですね、まず何が一番重要かというと、これから機械に仕事を奪われるっていうことをまず認識する必要があります。ではですね、機械に仕事を奪われるってどういうことかというとですね、機械っていうものは、単純計算や、複雑な計算、単純作業ですね、そういうものをするのがものすごく得意なので、期待通りの結果を出すということができます。例えば単純作業っていうんでしたら、例えば工場のライン、例えばそういうものであったり、あとはですね、人間だったらミスしてしまうような計算、そういうものがいろいろ機械だったら簡単にできてしまうんですね。ですから機械の良さっていうのは、そういう難しい作業ではなくてですね、まずはそういう作業性のあるものや、複雑な計算というものを期待通りにできるということがメリットと挙げられます。じゃあですね、これから未来を考える上で人は何をしていけばいいのかというと、人っていうのはですね、一番の武器っていうものは考えることなんですね。考えることができるっていうことはですね、普通の結果、期待通りの結果も出すことはできるんですけれども、今までですね、考えられもできなかったような期待以上の結果も出すことができます。つまり機械と人の差っていうものは何かっていうと、結果というアウトプットを見た時にですね、出せる結果に差があるんですね。なのでですね、これから機械に仕事を奪われないために何をすればいいかというとですね、まず人はですね、期待以上の結果を出すということを認識するようにしてください。じゃあですね、機械に負けないでですね、そして期待以上の結果を出すにはどうすればいいか、これについて考えたいと思います。でそのためにはですね、いきなり期待以上の結果を出すっていうのもできるんですけれど、まずはこの 1,2,3,4 のステップ、このステップの順にですね、いろいろ進んでいくと期待以上の結果を出して、なおかつこれからあなたの未来の人生設計をできるようになります。ではですね、このステップ一個一個についてこれから説明します。まず一つ目のステップはですね、今の仕事で期待以上の結果を出すということです。まずですね、今あなたが行っている仕事の期待以上の結果を出さなければなりません。そうしないとですね、まず何が期待以上かどうかっていうのがわからないからなんですね。でですね、常にですね、普段の仕事で期待以上の結果を出そうっていう考えていると何が起こるかというとですね、あなたのお客様が求めていることは何かっていうのを毎回考えるようになるんですね。そうすると何がいいかっていうと、潜在ニーズっていうものが探索できます。簡単に言うとですね、例えば、あなたのお客様がお腹を空いてパスタを食べたいというように来たとします。それでですね、じゃあお腹を空いてただパスタを出す、でそれをお客様にパスタを出すっていうことでしたら、それは潜在ニーズなんですね。つまりお客様が求めていること、それを出すということなんですけれども、お客様が求めていることっていうのはただパスタを食べたいのではなくて、実はそのお腹が空いているっていう中にですね、普段ものすごくストレスがあったりとか、ものすごく感動に飢えてたりとか、そういうもしかしたら潜在ニーズがあるかもしれないんですね。そういうことを常に考えているとですね、例えばこのお客様は普段こういうふうな不満を感じてたからこの店に来たんだなとかいうのを分かるようになるので、例えばそのためにはものすごくパスタの味を上げるとか、お客様に合った実は味付けというものはこういうものがいいとか、あとはですね、他のメニューをこういうものもいいですよとか勧めてみるとか、そういうふうにですね、お客様がただ声に出して求めている潜在ニーズではなくてですね、あなた自身がさらにお客様が深く求めている、深く気づいていない、そういう潜在ニーズっていうのを探索できるようになります。そうするとですね、さらに今あなたが行っている仕事がですね、期待以上の結果を出す、そしてさらにまたお客様が何を求めているかを考えるようになって、さらに潜在ニーズを探索できる、このようにですね、面白いように、スパイラルが回るように、正のスパイラルがプラスのスパイラルが回るようになるので、ぜひまずはですね、今の仕事で期待以上の結果を出すようにしてください。はい、では次のステップはですね、複数のスキルを持つということですね。まずですね、今の仕事で希少価値をさらに高めることができた、つまり今までの仕事を期待以上の結果を出すようにできたらですね、次の段階に進みます。それはですね、今の仕事以外のスキルを手に入れることを考えるということなんですね。
もしですね、まあ、今の仕事を行っている仕事が何らかの影響ってですね、機械に取られたらまず本当大変なのでですね、今の仕事と他のスキルのですね、両方の仕事、まあ、2つの仕事をですね、2つのスキルを手に入れることを考えるとですね、そのスキルを組み合わせることができるんですね。例えば研究職でずっとやっていた人がいたんですけれども、実はその研究所がですね、機械で全く簡単にできるようになってしまって、あなたが必要なくなってしまった状態になったとします。しかしですね、あなたがもし英語を話せたとするとですね、まあ、その機械では全くできない英語の分野っていうのがあるかもしれないですね。例えばその機械っていうのが日本語しかないかもしれないですし、もしかしたらあなたが英語を喋れるということで、その高価な機械を買えないですね、ところがあなたを求めているかもしれないですし、いろいろそれでですね、あなたの希少価値が高まるんですね。ですから今の仕事以外のスキルをですね、もう一個、一つ、最低でも一つですね、まあ、手に入れることっていうことを、ものをですね、これから考えてみてください。で、次ですね、もしあなたが何か他にスキルを手に入れると決めたらですね、それをですね、副業するということを考えてください。で、ここでここのステップでですね、一番必要なことはですね、新たにあなたが手に入れたいと思ったスキルを磨くスピードを上げるっていうことなんですね。ただですね、まあ、スキルを学ぶとか、ただ英語を学びたいなって例えば思っていた時に、ただですね、それをですね、日常お金を稼ぐっていう観点で使わないと、全く役に立たないままですね、終わってしまうことが多いんですね。じゃあ何が一番早いかというとですね、そのスキルを使ってお金を稼ぐっていう、まあ、そういう感覚になるとですね、ものすごくスピードが上がります。ですからもしあなたがですね、何か新しいスキルを得たいなって決めたなら、もうそれを副業にするっていうぐらいまで決めて、どん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 スキルアップの速度を上げていってください。では最後のステップ、4つ目、決めるっていうことですね。決めるっていうことはですね、つまりあなたが将来本当に何をやりたいかなっていうことを考えてほしいんですね。今までのステップでですね、ある仕事の期待以上の結果を出して、そして複数のスキルを持って、さらにその副業をすることができた。そうするとですね、あなたはですね、ものすごく選択肢が増えるんですね。例えば今の会社に残ってですね、まあ、さらにスキルアップをすることもできますし、新たなスキルを得るためにですね、転職もできます。もしくは起業もできます。こうやってですね、あなたの将来の道の選択肢ってものすごく広がることができたんですね。ですから、もしあなたがですね、まあ、将来やりたいことがあるとか、そういうことがあるのでしたら、私はぜひ起業を進めます。ただですね、まあ、そのいきなり起業するっていうものは大変ですので、まずはですね、起業する準備を進めるためにですね、小さく進んでほしいと思います。小さく進むっていうのはどういうことかというとですね、あなたがしている副業をですね、少しずつ大きくしていくとか、そうやってですね、まあ、起業しても大丈夫なような基盤を作るということ、まあ、これが大切になります。はい、では最後までご覧になっていただき本当にありがとうございました。もしこの動画が参考になりましたら、 YouTube チャンネル登録とグッドボタンを押していただけると嬉しいです。また YouTube の動画説明文のリンクからメルマガ登録をしていただけると嬉しいです。最後までご覧になっていただき本当にありがとうございました。